チンケラスチェックやっていきましょう。はい、ともやす、こんばんは。本日赤井くん来てますので、こちら見ていきたいと思います。即属性の DMF、DF の選手ですね。メイン技、アグレッシブ顔面ブロックの S556 威力、一番強いブロック技来てます。サブ技、アグレッシブ直角ディフェンスの S524 威力、で、体当たりパスカットの S521 威力がついてます。タックルパスカット、これ最大技になってないのと、タックルに関しては、結構消費スタミナがでかい割には威力が524という感じの技になってるんで、まあ、デンジャラスタックルとかだと521で消費スタミナ400、マンツーマンマークとかであれば、530威力で465だったかな。まあそんな感じなので、アグレッシブ直角ディフェンスってあんまりいいタックルではないという感じですかね、その技的には。なんでこの辺は変えれた方がいいんじゃないかなと思われます。特技に関しては渾身の力の A で、スタミナが多いほどパラメータがアップする最大 20% ですね。チムスキー選手たちの協力、各属性&3人以上の 28%、インパクト、タックル、タックルでマッチアップに勝利するとマッチアップ相手の行動不能時間が 60% 延長、まあこれは多分強いでしょうね。そしてリカバー 50%、自動ブロック&パスカット強化、自動パスカット及び自動ブロック時 80% の確率で必殺技が発動する、まあこれも優秀ですね。そしてコブ、日本選手、マッチアップで勝利すると味方の日本選手は次のコマンド選択時にパラメータプラス 5%、 まあこれも強いですね。そして踏ん張りというところで、まあ踏ん張りも優秀なスキルになってます。まあなんで潜在スキルはかなりいいんじゃないかなといったところです。4突で見ていきましょう。フィジカル 10%、 チムスキ84、バフ75で見ていきます。スタミナ1379ですね。シュート以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。技威力が発散したところから見ていきますけども、まず渾身初段ですね、というところから見ていきましょう。ドリブルが462000、パスが458000、タックルが599000、ブロック633000、パスカット575000ですね。まあ、最近のドリコレって結構60万超えのステータスが多かったんで、まあ、少し控えめ、まあ、その松山くんで言っても60万ぐらいいってたんで、まあ、そういうところと比べると少し控えめかなっていう印象はあるんですけど、まあ十分強いんじゃないかなというふうには思います。まあ、読み勝ちの補正ありで見ていきますと、ドリブルは55万で、パスは54万7000なので、まあフォワード相手とかであれば読み勝てば抜けるぐらいなんじゃないかなというふうには思います。まあただトラムとかと違って、まあ、そこまでオフェンス値高くないので、オフェンス側からコブつけに行くとかっていうのはちょっと危ないは危ないのかなという感じですかね。まあ、あとは渾身も削れちゃうんで、まあ、その辺の使い勝手はあんまり良くないかなと思います。そしてタックルが70万で、ブロック74万、パスカット68万2000というところなんで、まあ、読み勝ったら十分、まあ、取れるレベルかなというふうには思います。まあ、一応65万ぐらいを超えてくればですね、タックルパスカットに関しては読み勝てば取れる判定でいいんじゃないかなというところです。でブロックに関しては74万7000という数値なので、まあ今、まあ、地上シュートを打つキャラクターって大体70万ぐらいっていう感じなので、まあ、地上シュートに関してはブロックで読み勝ったら十分止まりそうっていうところと、ナポレオンとかですよね。ナポレオンとかピエールの、まあ、引く気がどうかっていう感じなんですけど、ピエールも一応73、4万ぐらいだったかな、まあ、ぐらい出ると思いますんで、まあ、ピエールがギリギリ止まるかどうかというところと、まあ、ナポレオンに関しては属性有利まで乗ってくるんで、まあ、属性有利込みで見ていくと77万5千という感じで、ナポレオンがですね、まあ、78万ぐらいまで出る可能性あるんで、まあ、初段ナポレオンに対しての初段赤いだと、まあ、若干止まらないかもしれないというとこですかね。まあ、結局踏ん張りがあるんで、まあ、止まらなくても絶対こすりますから、まあ、その辺はいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、強いシューターだと止まらないかもといったところですかね。で渾身が半分ぐらいまで削れた場合ですね、ブロック1回やったとか、まあ、タックルとかパスカット何回か2回ぐらいやると半分ぐらいになっちゃうと思うんですけど、そうなった場合の数値見ていきますと、まあ、守備見ていきますね。タックルが56万でブロックが60万、パスカット54万6千という数値になってます。読み勝ちの補正ありで見ていくと、タックルは66万
で、パスカットが64万7千ですね。まあ、少しパスカット側が、下がってきてるというところですかね。まあ、65万切ってきてると、まあ、ワンチャンサンターナとか、まあ、そういうところに、まあ、ご利用しされる可能性が出てくるかなといったぐらいの数値にはなってます。まあ、ただ、まあ、十分読み勝ったら取れる、まあ、レベルというところですかね。まあ、一応今、フィジカルフォメで取ってるので、まあ、フィジカルフォメを外していくともう少し下がってくるんで、まあ、そうすると、まあ、少し危険になってくるかなと思われます。それ以下まで削れてくると、まあ、ヒューガクのドリブルとか、まあ、そういうところにも抜かれそうなぐらいの数値にはなっているというところですかね。まあ、ただ渾身が乗らないところまで削れた時ってもう必殺技も使えないぐらいかなと思いますので、まあ、その辺の数値っていうのはそこまで気にしなくてもいいのかなというふうには思われます。ブロックに関しては、まあ、渾身半分ぐらいでも70万出てるということで、まあ、翼くん、フェスの翼であったりとか、まあ、70万ぐらいのシュート値出せるキャラクターに関しては止まりそうというところになってます。で、一応ブロックの値が63万3千で一番高いんですけど、まあ、ジェンティーレとか、まあ、そのラドゥンガとかで言うと67、8万ぐらい出てるんで、まあ、そのご利用しっていうところだけで考えると、まあ、ブロックしたらご利用せるっていうほどでもないのかなと、まあ、というぐらいの数値にはなってます。で、あと参考までに、まあ、他の技つけた時どうなのかというのを見ておきますと、まあ、読み勝ちの補正を乗っけた上で、例えば530威力ですね、マンツーマンマーク、まあ、その536ってシグナルコンビディフェンスなんで、まあ、葵くんがいないとっていう話になっちゃうので、まあ、その辺がない場合に関しては、530威力になって69万4千ですね。まあ、これでも十分読み勝ったら取れるかなっていうのと、渾身半分ぐらいでも65万超えてきてるんで、まあ、大丈夫かなと思います。で、デンジャラスタックルとかに置き換えていった場合においては、まあ、渾身が、最初の方であれば、まあ、68万出るので、まあ、これもよっぽど読み勝ったら大丈夫かなというところです。まあ、ただ渾身が半分ぐらいになってくると、まあ、ちょっと65万切ってきてサンタナとかだと危なそうだなといったようなイメージですかね。で、パスカットに関しては521威力ですかね、その次に来るのが521威力、まあ、追い抜きからの体当たりパスカットですかね、体当たりパスカットになっちゃうと、渾身初段でも66万になってくるんで、まあ、これ結構危ないかもしれないですね。で、渾身が半分ぐらい、まあ、少し削れてくると63万まで来るんで、まあ、ここまで来るとフィジカルフォメが乗ってても、ね、サンタナの方が多分上回ってくるっていう感じになるんで、まあ、追い抜きはつけたいかなといったところなんじゃないかと思われます。それでは歴代の赤井くんと比較してみましょう。まずタックル見ていくんですけど、一番タックル高いのは前のドリコレですね。こちらの OMF、DMF キラーが乗って読み勝ち、今両方乗った赤井くんが63万9千という数値になってます。で、今回の赤井くんは渾身初段で59万なので、まあ、その前のドリコレの方がちょっと高いですよという形になってます。まあ、ただ前のドリコレが、フォワード相手とかだった場合は57万8千なので、まあ、それよりは渾身初段高くなってるというところですかね。続いてブロックですけども、ブロックに関しては一番高いですね。渾身の力初段で63万3千、何も乗らなくても56万8千ということで、まあ、赤井くんの中で一番ブロックできるキャラクターというところですね。で、パスカットなんですけど、渾身の力初段で57万5千、で、前のドリコレとかで言うと、OMF、DMF キラーと読み勝ち両方乗ってくれば57万なんで、まあ、そんなに変わらないっていう感じですね。まあ、ただ前のドリコレの赤井くんとかで言うと、フォワード相手とかだと51万5千まで下がってくるんで、安定感とかで言えば今回の赤井くんの方が、まあ、強いかなというふうには思います。あとは潜在スキル的にも踏ん張りがあったりとか自動パスカットがあったりするんで、まあ、そういった面でも今回の赤井くんの方が前のドリコレ赤井よりも優秀かなといったところですね。まあ、ただ タックルはちょっとね差が出てるというところになってます。続いて今回の赤井くんとジェンティーレ比較してみようと思うんですけども、まずタックルから見ていくと、ジェンティーレの渾身初段で63万、で、赤井くん59万なので、まあ、この辺見ていくとわかるんですけど、トラムとかジェンティーレって60万超えてくるんですよね。まあ、そういうのと比べると、まあ、少し落ちてるよというところにはなってます。ジェンティーレ渾身がなかったとしても57万という感じなので、渾身が半分ぐらいだった場合は多分60万ぐらい出るという感じなので、渾身、まあ、ジェンティーレの渾身半分で赤井くんの渾身初段と同じぐらいっていう感じかなと思います。
ブロックなんですけども、ジェンティールが67万6千ですね。で、赤井くんが63万なので、まあ、ブロックも、ジェンティールの方ができそうですね。で、パスカットに関しては、ジェンティール63万7千、今週乗ってなくても57万9千で、赤井くんを全て上回っているというところです。まあ、なんで、数値だけで言えば、ジェンティールの方が、全然強いという感じかなと思います。で、まあ、あと参考までに、サンターナの数値少し持ってきてます。まあ、サンタナって普通に強いんですけども、属性有利ありですね。まあ、こちらを入れた状態で、読み負けた時の数値っていうのを見ていくと、ドリブルが66万ですね。まあ、赤井くんをディフェンダーで使った場合は66万。で、ワンツー使うと64万9千っていう数値が、まあ、サンタナ出てくるという形です。で、低空きのシュートに関しては71万っていう数値ですね。それに対して、まあ、今回の赤井くんなんですけども、読み勝ちありというところを入れていって見ていくと、まあ、一応最大タックルと最大パスカットにしておくんですけども、タックルは70万出てるので、まあ、この66万を上回ってますから、読み勝ったら取れるというところですね。で、パスカットに関しては赤井くん68万っていう数値が出てて、サンタナに関しては64万9千なので、まあ、これも読み勝ったら取れるというところになってます。ただ赤井くんの渾身が半分ですね、削れてきた場合っていうのは、タックルで66万で、パスカットで64万7千っていう数値になってるので、サンタナ、まあ、これ見ていくと66万のドリブルで64万9千のワンツーというところになってますから、まあ、サンタナが数値上回るっていう感じなんですよね。まあ、このサンタナオフェンスフォメで取ってますけど、オフェンスフォメのサンタナに対して、まあ、渾身が半分ぐらい削れた赤井くんっていうのは、まあ、それぞれ数値を、まあ、サンタナに上回れるという感じになりますから、まあ、読み勝ってもサンタナから取れないという形になってきます。まあ、同バフだったとしても取れないという感じですかね。まあ、なんで、まあ、サンターナ的に言えばですね、バフが 10% ぐらいですね、赤井くんを上回ってくれば、まあ、十分抜けるという感じになってきます。で、まあ、もうちょっと参考までにというところで、まあ、赤井くんがオフェンスフォーメだった場合に、まあ、少し数値見ていくと、まあ、フィジカルフォーメだったところから、まあ、1万ぐらい数値が下がっているという感じになりますので、まあ、よりご了承されやすいという感じですかね。まあ、実際に、まあ、例えば赤井くんのパスカットっていうのが渾身初段で67万、オフェンスフォーメだった場合67万なんですけど、サンタナに、バフ、まあ、6% ぐらい、81% ですかね、乗っけてあげると、ワンツーの値67万まで来るので、まあ、大体 6% ぐらいって感じですかね。まあ、6、7%、サンタナが上回れば、抜けちゃうよという形になってます。はい、というところで今回赤井くん見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、踏ん張りとかもあって非常に潜在スキル、まあ、優秀なんですけども、まあ、数値的には若干控えめといったような印象ですかね。まあ、十分強いとは思うので、取れたら取れたで全然いいかなというふうには思うんですけど、この前の松山くんのドリコレの時にも言ってたんですけど、まあ、ランクもやってるとどうしても追加バフのキャラクターに対して、まあ、その他、まあ、どこを入れていくかというところ非常に悩ましいんで、まあ、その攻めの起点とかに慣れないようなキャラクターだと、まあ、ちょっと入れづらいなといったような印象はありましたね。いつもご視聴ありがとうございます。少しでもお役に立ちましたら、ぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。